はいどうもフランケンジです。今回はですね、前今26日の夜までやってる自家通販に出してるもの、この子たちはね多分もう旅立っていたと思うんですけど、原画は複製はまあ出されてるんですけど、まあ、その通販に出してるカエルの子の梅雨のカエルの子のメイキング動画になってます。で通販まあ、今夜の12時ぐらいまでかなやってますんで、サンキューカードも書くので、もしよかったらご利用いただければ幸いでございます。はい、明日か明後日頑張ればそのサンキューカードのメイキングをアップしたいと思っています。はい、で冒頭のね映像の通り、今回は前の2つ前の動画で話してた仙台からの会津若松からの鬼怒川温泉行って紫陽花坂行った話を語らっていきたいと思います。はい、でね、前会津若松出てて、で電車で鈍行でねバーって向かっていたんですけど、途中でね会津田島ってところで一回電車を乗り継いでいたんですけど、その道中1時間ぐらい時間あったんですけど、あとこれがね会津田島の映像なんですけど、この河原がね1時間ぐらい暇やったから、その駅の周辺散策してたら川見つけて、そのほとりでねずっとその1時間誘われてましたね。めっちゃ気持ちよかった。こういうとこいいっすよ。俺うちの近所にはこういうとこないもんで、めっちゃくちゃね気持ちよかったっすね。もう音楽も聴かずに携帯を見ずにずっとぼーっとしてましたね、ここで。いやこういうところはね宝物みたいな場所ですね。うん、めっちゃ気持ちよかった。うん、で1時間ぐらい経ってね、まあ、そっからまた鈍行で鬼怒川温泉まで行くんですけど、まあでも会津若松から何時間ぐらいあったかな、3時間ぐらいあったかな、鈍行で鬼怒川温泉まで行ってきました。ずっと川のね横をこう森の中走っていくんですけど、道中なんか猿の群れとかいて面白かったです急すぎて映像には収められなかったんですけど、普通に猿が群れで木の上で飯食ってたり、まあ、木の下で戯れてたりとか、なんかめっちゃしてて可愛かったですね。うん、で鬼怒川温泉に行くわけなんですけど、初上陸でね駅降りたら鬼怒川のなんか鬼みたいな像とかあってめっちゃ可愛かったっす。うん、で旅館の予約してて温泉旅館に泊まったんですけど、またこれが温泉旅館の様子ですね。めっちゃ暗いけど一人でここに泊まってたから、ね、でこれが部屋から見てる風景、一瞬で申し訳ないですけどあれが部屋から見てた風景で、いやいい旅館でしたね。ここ4,000円やったんですよ。安いでしょ。でここでね夜ライブ配信とかもやったんで、ライブ配信も録画いくつか前の動画に残ってるんで、よかったら見てみてください。もっと見せてるからもっと見せてるんで、よかったら見てみてください。で旅館着いてもこの日は休もうとも決めてたんで、温泉に1時間ぐらい使ってるんですね。もう1時間半ぐらい使ったかな、その渓谷沿いの露天風呂にずっと入って、であとずっとまったりしてましたね部屋で。うん、もうね人が全然他いなくて、宿泊してる人が温泉1時間半ずっと使ってたのに誰も来なかったねマジ貸し切りやったからね、若干泳いだよね行儀悪いけどめちゃくちゃ泳いだわ。うん、でまあ夜放送して、
でね、晩飯はね、出前でお願いしたんですよね、あのホテルからの。一瞬で取れて10分ぐらいでカツ丼取れてびっくりしたな。で、まあ翌日朝起きて朝風呂入ろうと思ったんだけどね、眠たすぎてね、もういいやと思って朝風呂は入りませんでした。で、あの周り散策して、なんか散策してたらね、なんか面白いのを見つけて、なんか吊り橋があったんですよ。これめっちゃ揺れんねん、これ超怖かった。で吊り橋渡ると、この縁結びの鐘ってやつがあったから盛大に鳴らしてきて、でもう片方の道に行くと、なんかこのね、なんつったっけな、古釜の滝っていうあの滝があって、めちゃくちゃ綺麗でした。なんかね、でもね、めっちゃ大変やった。まあ、この吊り橋がそもそも怖いし、もうなんかランニングの人とかいてさ、どっすんどっすん、あぐまいからさ、やめてみたいな。揺れるからやめてみたいな感じの状態だったんですけど、ね、まあ渡って、でなんか山を登っていくと、その縁結びの鐘があって、山登ったところにさらに階段を登るみたいなところにあって、結構過酷やったんですよ。そこが、まあでも俺の縁のためやと思って、鳴らしに行って、まあ、足その時点でプルプルやったんですけど、ここ今のこの時点でプルプルやったっていうのはね、大事です、ね、うん。で、まあ、下って、なんかね、枝分かれし、吊り橋で渡った先で枝分かれして、登った先が縁結びで、で、下った先に滝があったんですよ。まあ、ちっちゃい滝あったんですけどね、めちゃくちゃ綺麗で、しばらくそこで遊ばれてたんですけど、パッと横看板見たら、熊出ますって書いてあったんで、そこで帰りました。気づいた瞬間、速攻で帰りましたね。怖い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 と思って。もう、人か人誰もいねえし、みたいな。で、仙台じゃなくて、会津でね、泊まってる時、他の宿泊者と熊が出るみたいな話をしたばっかやったから、怖い怖い怖いと思って、速攻で帰りました。で、まあ、カフェに寄って、電車が出る時間までゆっくりして、そこからまた鈍行で、あのね、アジサイ坂に行こうと思ったんですけど、あのね、その道中の、あの、乗り換え駅みたいな、まあ30分ぐらい待たなきゃまた行けなかったんで、どうしようかなと思ったら、そのね、なんつったかな、下今石、下に今に石って書く、なんて読むかわかんないですけど、駅に、これ、あの、SL が展示されててですね、SL の展示場みたいになって、あのね、ちっちゃいモノレールとか走ってて、めちゃくちゃ面白かったっすね。あとね、あのコインに印字できるやつ、あのね、観光スポットに時々あるんやけど、俺それあると絶対にやっちゃうやつがあるんだけど、今のところ名古屋城とあのアクアワールド、茨城、栃木だっけ、あれにある大洗の水族館にあるのをやったんで、もう今3つこのメダルが揃いました。で、まあ、そっからね、鈍行でまた1時間ぐらい行ったところで、栃木駅っていうところで降りてですね、あの紫陽花坂に向かったわけなんですが、紫陽花坂ってめっちゃ優雅でしょ。しかも Google マップで見たら入り口しか写真なかったよ。道中の写真なくて、もうほんとね、帰りにちょっと寄ってっかみたいな感じで、気軽な感覚で僕はその紫陽花坂に向かったわけなんですけど、もうね、びっくりしましたよ、もうほんとに。あのね、バスで10分ぐらいで紫陽花坂に着くんですけど、バス停からまずアジサイ坂までが坂。バス停からアジサイ坂までが坂で、あ、で、これね、アジサイ坂の映像なんですけど、坂でしょ、まあ、これを想像してない。こんぐらいだけかと思ってたの、俺。そしたらまたさらに坂が続いてですね、あのもっと坂がこのね、10倍ぐらい続いて、まあ、これてっぺんの様子なんですけど、これてっぺん神社あって、これ、まあ、絶景が見えるんですけど、ここまで俺登ってきたからね。死ぬかと思った、本当に。あのね、アジサイ坂からの、あの、アジサイ坂からの、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 坂みたいな感じの、本当にずっと坂で、もう俺さっき言った通り、あの、鬼怒川の時点でもう足プルプルになってるのに、こう来ちゃったもんやから、しかも、アジサイ坂の入り口だけで帰るのはちょっと、辛いやん。せっかく来たのに、みたいな、とこもあるから、登ろうと思って登ったんやけど、着いたと思ったら、またさらに坂があって、もう、綺麗な鳥居あって、もうここ頂上かと思ったのに、その鳥居の先にさらに階段があるみたいな感じで、ずっと坂があってね、あの、本当に死んでました。あのね、さっき映ってたかな、動画に。あのね、目の前、俺の前に、ワンコ2匹を連れた、あの、夫婦がいたんですけど、ワンコの足プルプルやったからね。もうね、あかんかった、ほんまに。死んだ。しかも頂上行ってさ、
頂上着いたらさ、頂上の巻まで車で来れるのね。何やったみたいな。もうバスそこまでよこしてやみたいな。いやもうあれ、サジサイゼかっていうか、実際山やねんね、本当に。まあでもね、もう一回行きたいな、実際綺麗やったら。し、まあ割と俺的にいい運動ができたんで、まあよかったかなみたいな感じです。楽しかったし、あの頂上からの景色めちゃくちゃ綺麗やったしね。そう。あのね、震度差メーカー、メーターで言うと、前のね、あの京都の伏見稲荷を頂上ちょい手前ぐらいまでの震度差でしたね。結構ね、やばかった。階段が急なんよ、そもそも。っていう感じの大変な旅でしたが、めちゃくちゃ楽しかったです。つうわけで、ぼちぼち動画も終わりですが、あの次は俺、あの名古屋に行こうと思ってるんで、あの今週末にね、あの名古屋の行って帰りに、なんだっけな、またなんか撮ってくるんで、あのよかったら楽しみにしてください。でブログもまとめて持ってるんで、これからあのこの今回の旅の記事をね、あのまとめて持ってるんで、よかったら見てみてください。はい、いやちょっといつもよりね、あの今回何もプランニングしてなかったのに、思った以上に思い出が増えすぎてしまって、結構長くなっちゃったんですけども、あのぼちぼち完成です。はい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。あのよかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは。